皆さん真っ黒黒でしたね。ダスティンはポティマスが嫌いでアリエルさんとはお友達、ポティマスはアリエルさんもダスティンも嫌い。アリエルさんはどうなんでしょうね。シュン君の純粋さがとっても眩しく感じます。そんなシュン君たちもついにエルフの里へ到着です。次回開け同窓会、懐かしい面々との再会です。